こんにちは、速稼塾の久保です。いや、久しぶりにね、クリックしちゃいました。だっていいねしてくれたら15万円くれるっていうんで、ちょっとクリックしてみたんですよ。そしたらね、ああやっぱそういう意味だったろうなということで、意味が分かりました。ヒカルさんですね、あの情報商材から YouTuber になったヒカルさんがいいねを押してくれた人に10万円配りますよみたいな、そんな情報があったんですね。いや、これ知っただけでもよかったんで、クリックして結果的に良かったですね。私ね、ついついね、私この動画にいいねをしたら15万ポンとくれるのかなと思って、そんなことないですよね。私としたことがね、ちょっと欲走ってしまいました。というかね、すごいことを花レモンさん始めたなと思ったんで、まあすごい、もうついにここまで来たかと思ったんですけども、さすがにね、難しいですよね。10人がいいねをしたら150万でしょ。ちょっとそれやられたらね、私もね、なんか財政出動せないけんかなと思ったんですけども、ちょっとほっとしたような、しなかったような、なんともかんとも。でもヒカルさんがね、それをしてるとはね、ヒカルさんってのはちょっとしたご縁がありまして、まあ多くは言いませんけども、直接の知り合いってわけではないんですけどもね、私もだからアフィリエーターとして情報商材やってましたんで、すごい実績の方だなと思いながら、いつの間にかね、 YouTuber になって、すごい大人気になって、 YouTube の再生回数がね、上げれば100万回みたいな連発したんで、すごいなと思いましたね。まあどうしてあれね、スタートの時にあんだけ人気が出たのかってことは、まあいろいろ事情があるんですけども、まあでもいいねしてくれた人に15万円配ります。これはね、やられましたね。いつか私もそういうふうにね、できるようになりたいなと思います。ということで終わりです。ありがとうございました。